にちは、あきらお兄さんやでー。はい、今日はですね、先日あきらお兄さんの思いつきでセットを張り絵でやろうとした結果、全く間に合わないということになりまして、あきらお兄さん、ちょっとね、どんな風にしようかちょっとね考えてきたんですよ。こんな感じにしようかなって壮大、こんな感じにしようかなと思ってるんですよ。はい、でもこれも貼ってるのをずっと見てても皆さんは楽しくないと思いますんで、これも YouTube でよくあるやつでしょ。なんかコメントを見てコメントに返すみたいな。そうです、それ的なやつやりましょうっていう話になりまして、はい、でもとりあえずあきらお兄さんは基本こっちに集中してますんで、はい、今回は40本記念なんで。40本記念、はい、40本記念にコメント答えます。よくあるんですよこれ、片手間で。アキラお兄さん、やて、前に、はい、ドラえもんとアンパンマンの漫才あげたじゃないですか。あ、あげましたね、はい、結構反響あって。あ、そうなんですか。コナン君とポケモンのコラボ漫才が見たい、コラボ漫才面白かったみたいな。ああ、じゃあ全然ね、それは作りますよ。はい、なんかクレヨンしんちゃんとか、うん、鬼滅の刃ですって。でもさ、はい、鬼滅の刃とかさ、はい、のっかり芸がもうすごいやん。それでなくても今乗っかってるで。乗っかってますね。アンパンマンとドラえもんの漫才どれぐらい時間かけて書いたんですか。どれぐらいだったかな。結構サクッと書いた気するけどな。あ、そうなんですか。うんうんうん、書き出すと、はい、あきらお兄さん早いからさ。うん、じゃあ3日後撮りますか。え、今、あきらお兄さん、はい、めちゃめちゃ忙しい。今連ドラ書いてんねや。うん、ごめんな、ごめんごめん。やりたいで、やりたい気持ちあんねんけど、あきらお兄さん今連ドラ書いてんねん。連ドラ書いてて、はい、今ドラマ出てんねん。え、ドラマの収録し撮影してん。あきらお兄さんそれもやりながら来週ノンスタイルの単独ライブやタイトルにつけてもうてん。5本ネタやりましょうか言うて5本やるしかないじゃん。絶対5本作るんじゃん。誰が何と言おうと5本やらなあかんねん。じゃあもうちょっと気長に待っといてもらうしかないですねこれは。そうね、まあでもあのなるべく早くねできるようにはするけどね。ね、頑張りましょう。ちょっと忙しいから、ね、ごめんね。ワインチャンネルの良さ、物がめっちゃ透ける、新しいですね。これはね、ほんまにね、いじられてんねんって。これいじられてる、いじられてね、褒めてくれてんじゃん。あ、褒めてるんじゃないですか、僕褒めてると思ってました。いじられてんねん。最初一発目見た時にこれは言っても意味ないなと思ってあえてです。あ、あれあえてないや。あえてです。あ、やったら言ってくれたらさ、はい、透けるようなこといろいろ、何それあえてって。けん玉に関して、はい、小学校の教員をしています、はい、男性ですかねこれ、はい、昔の遊びの学習で、はい、けん玉をするとき、はい、この動画を見せたいです。おお、とってもわかりやすいです。おお、めちゃくちゃいいことを言うてくれるやん。そういうのをね大切にしていきたい。はい、あの暗黒の暗黒のけん玉動画、ゼロ笑いのゼロ笑いのけん玉動画、あれにも癒されてる人がいました。あれは本当にひどかったですね。久々に反省しました。本当にあきらお兄さんこの世界長いですよ、はい、結構ね、もう20年やってますけど、はい、ほんまにこれはあかんと思いました。でもやっぱりそういう動画ですからね、やっぱりけん玉教えてましたから、あれは。はいはい、いや、はい、それでいいのかということなんですよ。それがもうあきらお兄さんやっぱ分からないのでね、合ってるんかなと。まあじゃあ1個のその YouTube の動画の指標何にするかって言ったらやっぱり再生回数、再生回数、ね、はい、再生回数で言うとダメでした。ダメ。あきらお兄さんの LINE スタンプ欲しい。あきらお兄さんの出せるかな。相方のね、井上くんのね、あの LINE スタンプはね、会社が出したんですよ。井上単体でね。単体で、井上単体で出したんですよ。ほうほうほう。だからあきらお兄さんちょっとムカついてね、はい、自分でクリエイターズスタンプで、はいはいはい、作ったんですよ、はい、全然みんな使ってくれないわ。まあ、確かにあの井上さんのキャラ的に作りやすいっていうのはあるかもしれない。そうなんですよね。あきらお兄さんに関して言うと作りやすいかもしれないですもんね。あ、そう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 、ね、パインとか
ね、すごいですね、うん、パインをだからどこで使うかっていうこの間あのテレビの収録でパインって言ったら全然使われなかったですけどカジサックについてやっぱりコメント聞きますか。何ですか何ですか。悩み相談あったじゃないですか。悩み相談、はい、夏の大型企画、はいはいはい、それにコラボで、はい、カジサックの千個字、うん、はいはいはい、出てほしいなとか。アキラお兄さんが解決できるようなことあるかな。ねえ、もう言ってしまう YouTube では先輩ですから、ね、いやもう大先輩やん。大も大よ。むしろ逆に教えてほしい。教えてほしい。アキラお兄さんのこんなに見てもらわれへんのか言うて、アキラお兄さん嘆いてます。やりたいことやってますから。でもまあやりそうなの。アキラお兄さん本当にね楽しんでる。めちゃくちゃ楽しんでるだって僕らが意図してなかったのあれで全部作るみたいなのもう自ら七へ自らですね、自ら飛び込む。はいはいはい。カジサックとクレーンゲームの対決とか。あ、はいはい、もうそれはもう負けへんやん。アキラお兄さんもう負けないですよ。もう負けへん。そんなやっぱだって何も勝ててないやん今カジサックに。なんでしょうね。カジサックのチャンネルとパインチャンネルである。勝ってること何ないか。ないで。だって向こう仲ええで、こっちまだ懇親会もできてへんやんもうコロナの中でやってるから。確かにまだやで。まだ下の名前も知らへん。じゃあ行きますか。僕幽閉です。幽閉。はい、幽閉なんや。はい、うん、エイスケって言います。エイスケ。めちゃくちゃもうめちゃめちゃ頭良さそうな名前やな。そうですよ。クモンエイスケ。クモンエイスケ。アキラお兄さん石田アキラやで。全部小学校3年生までで覚える字やで。そうですね。つけた理由知ってる。なんでアキラって聞いたか。明け方に生まれたとか。違うよ。アキラお兄さん兄弟ね、はい、上に3人おんねんけど。上に3人。おお。上の3人が暗かったから明るければいい言うて、でアキラってついて。でも結局幼少時でアキラお兄さんが一番暗かったからやな。あ、そうなんですか。そうや。ほんまに頭抱えたらしいで。頭暗いんかいでも明るく育ってるからやっぱり芸人になってるんですか。いや、それもアキラお兄さん性格を変えようと思って。はぁはぁはぁ、この世界入ったから。へぇ。あ、そうなんですか。そうそうそう。ワクワクさんとコラボしてほしい。ああ、やりたい。ワクワクさん同じようなことやってますから。そう、いやいや、俺しか同じようなことあ、そっか僕らが寄せてるの先生、俺向こう、大本家危ない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 。ぜひ今の使おうキンドムチャンピオン、いってよというわけで僕はパーでした。というわけでチョキの人の勝ち。チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。じゃあまたね。あの今度これ車で持って帰っていい取らせてくんないですか僕ら